まりちゃんのおもちゃ箱。こうちゃんこと四天王寺こうです。こうは紅と書きます。まりちゃんこと坂井まりです。始まっちゃいましたね。こうちゃんとまりちゃんのおもちゃ箱。おもちゃ箱のように朗読だけではなくラジオドラマあり、トークや音楽にプレゼント、何が出てくるかわからないからワクワクしちゃうね。音楽といえばテーマ曲を作曲してくれたのはフリーロックバンドペガサスのキーボードの大沼博樹さんです。バンドペガサスは宇藤美奈美のバイオリンをメインとした編成で、アートロック系の音楽を軸にしてクラシックをはじめ様々なジャンルの音楽を吸収してフリーロックっていう新たなジャンルを開拓して、フリーロック？現在弦楽四重奏や日本伝統音楽を取り入れた音源を制作中っていうことです。バンドの宇藤美奈美さんはね、朗読に参加してもらって以来の友達、可愛らしくて生き生きした女性なんですよ。そして作曲してくれた大沼さんは宮城県生まれ、幼少期をドイツやベルギーで過ごしたという変わり者、変わり者って言っていいのかな、国際人と言った方がいいのかな。その他にも素敵なメンバーがいっぱいいます。聞いてもらうのが一番だから、ペガサスを紹介する機会作りましょうよ。またゲストで来てもらいましょうね。皆さんにご紹介するのが楽しみです。今日のおもちゃ箱から出てくるのは朗読です。では始まり始まり。変なの。太宰治。商船のその小さい駅に私は毎日人をお迎えに参ります。誰とも分からぬ人を迎えに、市場で買い物をして、その帰りには必ず駅に立ち寄って、駅の冷たいベンチに腰を下ろし、買い物かごを膝に乗せ、ぼんやり改札口を見ているのです。上り下りの電車がホームに到着するごとに、たくさんの人が電車の戸口から吐き出され、どやどや改札口にやってきて、一様に怒っているような顔をしてパスを出したり切符を手渡したり、それからそそくさと脇目も振らず歩いて私の座っているベンチの前を通り、駅前の広場に出て、そうして思い思いの方向に散っていく。私はぼんやり座っています。誰か一人笑って私に声をかける。おお怖い、ああ困る、胸がドキドキする。考えただけでも背中に冷水をかけられたようにゾッとして息が詰まる。けれども私はやっぱり誰かを待っているのです。一体私は毎日ここに座って誰を待っているのでしょう。どんな人を？いいえ、私の待っているものは人間でないかもしれない。私は人間を嫌いです。いいえ、怖いのです。人と顔を合わせて、おかわりありませんか、寒くなりました、などと言いたくもない挨拶をいい加減に言っていると、なんだか自分ほどの嘘つきが世界中にいないような苦しい気持ちになって死にたくなります。そうしてまた相手の人もむやみに私を警戒して、当たらず触らずのお世辞やらもったいぶった嘘の感想などを述べて、私はそれを聞いて
相手の人のケチな用心深さが悲しく、いよいよ世の中が嫌で嫌でたまらなくなります。世の中の人というものは、お互いこわばった挨拶をして用心して、そうしてお互いに疲れて一生送るものなのでしょうか。私は人に会うのが嫌なのです。だから私は、よほどのことでもない限り、私の方からお友達のところへ遊びに行くことなどはいたしませんでした。うちにいて母と二人きりで黙って縫い物をしていると、一番楽な気持ちでした。けれども、いよいよ大戦争が始まって、周囲がひどく緊張してまいりましてからは、私だけが家で毎日ぼんやりしているのが大変悪いことのような気がしてきて、なんだか不安でちっとも落ち着かなくなりました。身を粉にして働いて、直接にお役に立ちたい気持ちなのです。私は、私の今までの生活に自信を失ってしまったのです。うちに黙って座っていられない思いで、けれども外に出てみたところで、私には行くところがどこにもありません。買い物をして、その帰りには駅に立ち寄って、ぼんやり駅の冷たいベンチに腰掛けているのです。どなたかひょいと現れたらという期待と、ああ現れたら困る、どうしようという恐怖と、でも現れた時には仕方がない、その人に私の命を差し上げよう、私の運がその時決まってしまうのだというような、諦めに似た覚悟と、その他さまざまのけしからぬ空想などが異様に絡み合って、胸がいっぱいになり窒息するほど苦しくなります。生きているのか死んでいるのかわからぬような白昼の夢を見ているような、なんだか頼りない気持ちになって、駅前の人の往来のありさまも望遠鏡を逆さに覗いたみたいに小さく遠く思われて、世界がシーンとなってしまうのです。ああ、私は一体何を待っているのでしょう。ひょっとしたら私は大変みだらの女なのかもしれない。大戦争が始まって、なんだか不安で身を粉にして働いて、お役に立ちたいというのは嘘で、本当はそんな立派そうな口実を設けて自身の軽はずみな空想を実現しようと、何かしら良い機会を狙っているのかもしれない。ここにこうして座ってぼんやりした顔をしているけれども、胸の中では不らちな計画がチロチロ燃えているような気もする。一体私は誰を待っているのだろう。はっきりした形のものは何もない。ただもやもやしているけれども、私は待っている。大戦争が始まってからは、毎日毎日お買い物の帰りには駅に立ち寄り、この冷たいベンチに腰をかけて待っている。誰か一人笑って私に声をかける。おお怖い、ああ困る。私の待っているのはあなたでない。それでは一体私は誰を待っているのだろう。旦那様？違う。恋人？違います。お友達？嫌だ。お金？まさか。亡霊？おお嫌だ。
と和やかな、パーッと明るい、素晴らしいもの。なんだかわからない。例えば春のようなもの。いや違う、青葉、5月、麦畑を流れる清水。やっぱり違う。けれども私は待っているのです。胸を躍らせて待っているのだ。目の前をぞろぞろ人が通っていく。あれでもない、これでもない。私は買い物かごを抱えて、細かく震えながら一心に一心に待っているのだ。私を忘れないでくださいませ。毎日毎日駅へお迎えに行っては、虚しく家へ帰ってくる二十歳の娘を笑わずに、どうか覚えておいてくださいませ。その小さい駅の名は、わざとお教え申しません。お教えせずとも、あなたはいつか私を見かける。次の作品、花咲山の作者斉藤龍介さんのコメントです。咲いている花を見ると思う。この花を咲かせているものは一体何だろうかと。花はそれがどんな小さな花でも、例えば赤ん坊の小さな小さな足の指のその先の爪ほどの花でも、ちゃんと紫に咲いている。芯に黄色いしべを潜めていたりする。夕べになると小さい小さい花びらを畳み、朝になると露を乗せてまた開く。あの細い茎を通して土から何かものを吸い上げて、春を、夏を、または秋を咲き通す。あの茎を吸い上がっていくもの、花を咲かせているものは何だろうと思う。花を咲かせ山を盛り上げている力、それはこれだという私の答えが、この花咲山です。ではお聞きください。驚くんでない、オラはこの山に一人で住んでるババだ。ヤマンバというものもおる。ヤマンバは悪さをするというものもおるが、それは嘘だ。オラは何にもしない。臆病なやつが山ん中で白髪のオラを見て勝手に慌てる。そしては弁当を忘れたり、慌てて谷さ落ちたり、それがみんなオラのせいになる。あや、おめはたったとうのおなごわらすだども、しっかりもんだから、オラなんどおっかなくはねえべ。ああ、オラはなんでも知ってる。おめの名前も、おめがなしてこんな奥まで登ってきたかも。もうじき祭りで、祭りのごっつおの鬼しめの山菜を取りに来たんだべ。復帰
わらび、水、ゼンマイ。あいつを油揚げと一緒に煮るとうめえからな。ところがお前奥へ奥へと来すぎて道に迷ってこの山さ入ってしまった。したらばここにこんなに一面の花、今まで見たこともねえ花が咲いているのでどでんしてるんだべ。な、当たったべ。この花がなしてこんなに綺麗だか、なしてこうして咲くのだか、そのわけを、あいや、おめえは知らねえべ。これはこうしたわけだしゃ。この花はふもとの村の人間が優しいことを一つすると一つ咲く。あや、これおめえの足元に咲いてる赤い花、それはおめえが昨日咲かせた花だ。昨日妹のそよが、おらさんもみんなのように祭りの赤いベベ買ってけれって足をドデバタして泣いておっかを困らせた時、おめえは言ったべ。おっか、おらはいらねえからそよさ買ってやれ。そう言った時その花が咲いた。お前は家が貧乏で二人に祭り着を買ってもらえねえことを知ってたから自分は辛抱した。おっかはどんなに助かったか、そよはどんなに喜んだか。おめえは切なかったべ。だどもこの赤い花が咲いた。この赤い花はどんな祭り着の花よりも綺麗だべ。ここの花はみんなこうして咲く。それ、俺そこに露を乗せて咲きかけてきたちっちゃい青い花があるべ。それはちっぽけな双子の赤ん坊の上の子の方が今咲かせているものだ。兄弟といっても同じ時のわずかな後先で生まれたものが自分はあんちゃんだと思ってじっと辛抱している。弟はおっかあの片っぽのおっぱいをうくんうくんと飲みながら、もう片方のおっぱいも片っぽの手でいじくっていて離さない。上の子はそれをじっと見て、あんちゃんだから辛抱している。目にいっぱい涙をためて、その涙がそのつゆだ。この花咲山一面の花はみんなこうして咲いたんだ。つらいのを辛抱して、自分のことより人のことを思って涙をいっぱいためて辛抱すると、その優しさがけなげさがこうして花になって咲き出すんだ。花ばかりではね、この山だって、この向こうの峰続きの山だって、一人ずつの男が命を捨てて優しいことをした時に生まれたんだ。この山は八郎っていう山男が、八郎潟に沈んで高波を防いで村を守った時に生まれた。あっちの山は三子っていう大男が、山火事になった老いだら山さあかぶさって村や林が燃えるのを防いで、焼け死んだ時にできたんだ。優しいことをすれば花が咲く、命をかけてすれば山が生まれる。嘘ではない、本当のことだ。あやは山から帰って
お父やおっかやみんなに野蛮場から聞いたこの話をした。しかし誰も笑って本当にはしなかった。やまさいって夢でも見てきたんだべ。狐に化かされたんではねえか。そんな山や花は見たこともねえ。みんなそう言った。そこで綾はまた一人で山へ行ってみた。しかし今度は山んばには会わなかったし、あの花も見なかったし、花咲山も見つからなかった。けれども綾はその後時々、あ、今花咲山でオラの花が咲いてるなって思うことがあった。斉藤龍介の花咲山は1969年岩崎書店より滝平二郎の挿絵による物語絵本として出版されました。あっという間に終わっちゃったね。うん。楽しんでもらえたのかな。私たち楽しんじゃった。ダメだよ、リスナーさんが楽しんでくれなきゃ。ねえねえねえ、まるちゃんさ、ん？そういえばもうすぐ芝居やるんじゃなかったっけ？うん。あ、私が出てる今公演中のお芝居の宣伝をしていいかな。いいとも。スタートレックのピカード館長で有名な声優で俳優の麦人さん主催の公演なのよ。菊池寛原作の共助父帰るの2本立てです。14日まで西武新宿線の鷺宮駅北口1分のスペースじゃがいもっていうところでやってます。開演時間はね15時、10日だけ19時があるので、会場の関係で0903233-8738または0905352-0267にお電話してくださった上で来ていただけると嬉しいな。うん、私見に行くからね。ありがとう。あ、でもまるちゃん声綺麗でしょ。え、ものすごく若く聞こえるから、え、リスナーさんたちが見に来たらショックかも。ひどいひどいひどい。あなたはどうなのよ。ひー、あ、そうだ、そういえばそのリスナーさんたちの感想とか聞きたいね。そうよね、お声を寄せてください。番組中のご案内は現在のものではありません。ご了承ください。こうちゃんとまりちゃんのおもちゃ箱。